桜坂46人気序列前代未聞の変化が。ミーブリ4次完売表にて、4次完売井上谷口中島村井増本竹本向井。これに対し反応は、ハブコバミー不在で前作超え見えてきた、信じられん、7人完売すごすぎ、こんな俺が上なら選抜とか選べねよ、糸葉は加入して初めての全完売やな、おめでとう糸葉。糸葉はスタートダッシュは出遅れたけど、そこそこで人柄が浸透して新参者やバックスのパフォーマンスで魅了した理想的な人気の出方。正直糸葉の伸び方にびっくりしてる。前回46で30増えるって、お前ら今更糸ピの魅力に気づいたのって書いといて、さすがに全完売は予想してなかった、すげえよ糸ピ。何気にチケがあそこから完売まで持ってったのすごい、油特需かな。毎回井上竹本がボーダーって言われるのがなんだかな、普通にどっちも選抜でしょ。これ見たらキャプテンもなんだかんだで目標の全完売いきそうだし、今回は全体的にみんな枠埋まるね。この調子だと次のシングル3次完売者さらに増えるぞ。エンドリ小田クラップがなぜその位置なのかよくわからない。ボーダー付近の団子が同時完売でカオス、オタクは戦争へ。この勢いは異常だな。リアミもあるってのに、ずっと集金イベント続いてるのに、みんなどこに金隠し持ってるんだよ。